やれやれ。できれば、一番関わりたくない場所だったんだけどね。本当に因果な商売。探偵って。今日も疲れた。あ、そうだ。リベリア様に本を返しに行かなきゃ。今のはサウザンドエルフ。こっちには全く気づいてなかったみたいね。意外に楽勝かもね。杞憂だったってことかしら。私の暗殺技術、なかなか捨てたもんじゃないかも。オラリオ随一の暗殺者、ここに健在ってね。ああ、ああ、なんだこの匂い。私の匂いを。まさかそんなはずは。召集のアイテムは事前に。いや違うな、逆か。匂いがねえ。他の香りも巻き込んで消え失せてやがる。どんなチートバナよ。匂いがしないなら無視しなさいよ。あれ、ベートさんどうしたんですか。鼻が妙に反応しやがる。不自然に匂いが途切れてるっつうのか。おお、それなら掃除したからだと思います。昼間ロキがお酒をこぼしちゃって、その時消臭の薬品を使いましたから。チッ、そういうことか。ロキが噛んでんなら時間の無駄だ。バカバカしい。ったくくだらねえ。掃除するのまずかったってことですか。うるせえ、てめえはさっさと寝ろ。今の口ぶり、まさか気づかれてた。いや、そんなはずは。確か依頼人の話じゃこの辺りに。酒場の店員にゃ。あ、お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみにゃ。天然で助かったわ。おお、これやこれ。いや、よう見つけてくれたな、この酒。さすが名探偵や。本当にミャーが侵入する意味あったにゃ。ロキ様が自分で探せばよかったんじゃ。前にハメ外した時からリベリアの監視がきつうてな。秘蔵の先は取り上げられて隠し場所にも行けんかったにゃ。まあ鍵も開けといたし侵入も楽やったやろ。侵入してからが心臓に悪すぎにゃ。あんな化け物の館、二度とごめんにゃ。